皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。愛媛県新居浜市、物価高騰による市内の個人消費への影響緩和と地域経済の活性化を図るため、新居浜市プレミアム付き商品券を発行いたします。地域商品券5000円分を3000円で購入することが可能です。販売期間は5月22日までと期限が迫っています。利用期間は7月22日まで。販売場所についてはイオンスタイル新居浜、イオンモール新居浜などホームページに掲載されておりますので確認しましょう。奈良県下北山村、上北山村、川上村。独自の旅行需要喚起策、奈良県下北山村、上北山村、川上村は旅行応援割第1弾を実施します。国道169号の崩土で影響を受けている県内の3つの村での宿泊代金を 50% 引き、上限1人1泊5000円とし、さらに観光施設や土産、飲食店で使える地域クーポン1人3000円分を付与します。対象は5月24日から6月30日の宿泊分で、5月17日12時より参画する各宿泊施設で直接予約を受け付けています。なお、最低宿泊代金6000円1人1泊あたりが適用条件です。第2弾の実施については詳細が決まり次第発表予定としています。東京都港区、電力ガス食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税が非課税または均等割のみ課税になった世帯に対して、1世帯あたり10万円と18歳以下の世帯員1人当たり5万円を支給します。住民税非課税世帯への10万円については、基準日6月3日時点において港区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯です。住民税均等割のみ課税世帯の10万円については、基準日の6月3日時点で港区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税所得割が非課税である世帯、そして子ども加算、18歳以下の世帯員1人当たり5万円を加算については、住民税非課税世帯への10万円の対象者、住民税均等割のみ課税世帯の10万円の対象者の方で、18歳以下の世帯員がいる世帯が対象となっています。こちらの給付金の詳細等につきましては、このようにホームページにリンクが掲載されておりましたので、対象と思われる方はチェックしましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら、ポロシャツを着ることはありますか？ご質問ありがとうございました。ポロシャツはですね、着たこともないかもしれません。まず覚えている中で買ったことがないんですよね。ポロシャツは襟がついてますが、襟付きのものだとシャツは羽織ったりはするんですが、こうボタンを閉めてシャツ1枚で着ることもなくって、そう考えると、まあ襟付きのものっていうのはシャツ以外持っていないですね。普段はですね、私の服装はワンピースだったりスカートだったりすることが多くって、でもカジュアルにデニムも好きなので履くんですが、ポロシャツの出番はないみたいです。皆さんはポロシャツを着ることはありますか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。